みなさんこんにちは。リコレ、ハナです。ゆめです。せーの、三姉妹です。はい、ということで今回は長崎県のみかん農家の平田まもるさんからいただいたみかんの食レポをしていきたいと思います。イエーイ。まあ、ゆめちゃん、冒頭で、カミカミありがとうございました。はい、パパと一緒ですね。はい。でですね、本日はですね、例のですね、まあ、ケンユウくんの YouTube でもよく上がっているですね、超有名なですね、長崎県のみかん農家の平田守さんからですね、たくさんのですね、みかんを、いただきました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい。で、この右側の方のですね、7個並んでるんですけれども、中央から右側ですね、のみかんが、佐世保温州と呼ばれる品種になっております。で、まあ、この佐世保温州もですね、1975年に、まあ、佐世保温州として登録されたみたいなんですけれども、まあ、こちらもですね、前回、水木さんからいただいたですね、中井果樹園さんの宮川早生ってみんな覚えてるかな？覚えてる。宮川早生って非常に美味しいみかんあったよね。なんか聞いたはい。あちらのですね、枝代わりになってるみたいです。はい。なんでやっぱ佐世保温州もですね、宮川早生の、まあ、なんでしょうね。兄弟なのか、はい、親と子なのか、はい。もしくは同じ品種だったのか、っていったところで、やっぱり宮川早生が非常に優秀なのかなと思います。はい。で、この左側のですね、原口みかんと呼ばれるですね、これも温州みかんの品種なんですけれども、こちらもですね、1964年に発見されたみたいです。で、この原口みかんっていうのはですね、品種登録をされてないっていうふうに聞いてるんですよね。はい。まあ、非常に美味しいみかんなんですけれども、まあ、品種登録はされてないってことで、まあ、間違ってはいないと思うんですけれども、間違っていたら申し訳ありません。はい。で、早速なんですけれども、まあ、こちらをですね、まあ、第1弾として平田守さんのみかん第1弾として、とりあえずこの2品種を3姉妹とですね、一緒に食レポしていきたいと思います。はい。じゃあ実際ですね、この長崎県の非常に有名なですね、平田守さんのみかんをですね、3姉妹と食べていってみよう。レッツラゴー。この傷どうしたの？めっちゃ美味しそう。めっちゃ匂いする。匂いする。みかん。早速、じゃあ一粒ですね、食べてみてください。はい、向いてなかったんですね。はい、どうぞ。いただきます。こちらの原口早生をですね、はい、向いていきたいと思います。じゃあ今回はですね、この中央のですね、後ろの側をちょっと穴を開けてですね、ここから半分に割っていきたいと思います。いきますよ、オープン。うわ、どうですか、ゆめちゃん、どうですか。めっちゃ綺麗。綺麗だよね。はい、りこちゃんどうですか、これ。綺麗。綺麗。はい、みずみずしい。みずみずしいね。はい。じゃあこちらをですね、早速食べていきたいと思います。はい、こちらのですね、続いて佐世保温州をですね、はい、剥いていきたいと思います。はい、非常に皮がですね、うん、なんかシャキシャキしてる感じがしますね。いきますよ。はい、うん、美味しい。はい、こちらもですね、非常に、うん、何でしょう、オレンジ色が強いですよね。うん、はい、非常に美味しそうです。はい、で、皮がですね、結構薄いような感じがしますね、こちらも。まあ、先ほどの原口早生の方もですね、こちらの薄い皮のところですね、この上濃って言われるところだったかな、が非常に薄いですね。なので多分非常に美味しいと思います。
じゃあ早速食レポしていきたいと思います。はい、じゃあまずは先にですね、原口早生の方を食べていきたいと思います。はい、じゃあ自分が好きなやつを取ってください。こちら側ですね、左側。どうしよう。はい、こっち。じゃあ私こっちで。はい、どうぞ剥いてください。はい、じゃあリコちゃんがですね、剥いてる間に食レポしてもらいたいと思います。じゃあどうぞリコちゃん食べてみてください。どうでしょう、考えてますね。うん、どうですかリコちゃん。冷たくて美味しい。はい、安定の冷たくて美味しいが入りました。どうですか、甘いですか酸っぱいですか。甘い。甘い。どれぐらい甘いですか。こんぐらい。こんぐらい。それは5センチぐらいかな。はい。はい。甘、酸っぱくないでしょこれ。全然酸っぱくない。うん、甘い。甘い。おー、今まで食べたみかんの中で何番目ぐらいに美味しい？2番。2番、うん、2番みたいです。結構厳しいですね。はい、じゃあ続いてですね、はい、じゃあどちらに行こうかな、ゆめちゃん。はい、はい、どうぞ食べてみてください。ちょっと半分に切れんかったけど、はい、どうですかみかん。うん、めっちゃ美味しそう。美味しそう。めっちゃ匂いする。匂いするみかん。早速じゃあ一粒ですね、食べてみてください。向いてなかったんですね。はい、どうぞ。いただきます。ん、おいしい。おいしい。めっちゃ水分があって、はい、結構甘い。甘い。ちょっと濃いって感じかな。濃い。うん、味が濃い。めっちゃおいしい。マジでおいしい。いや、早く食べたいな。はい。はい、じゃあ花さんお願いします。じゃあいただきます。みずみずしくて、はい、味も濃くて、はい、もうこのみかんは1位ですね。1位1位。花の言い方です、はい、1位出ましたね。はい、リコちゃんは2位って言ってたんですけど、まあ好みがあるんでしょうね。はい、じゃあ早速ですね、自分の方ももう半分丸ごとですね、ちょっとピント合わないんですけれども、はい、これこちらですね、食べていきたいと思います。はい、じゃあ平田さんいただきます。うん、ちょっとこうめちゃくちゃ甘いんだけど、うん、少しゼリー感ない。あ、なんか中がトロトロしていて食感が非常にいいですね。あ、はい、プチプチ感はあまりないんですけれども、なんかゼリー感があって口の中に入れたらとろけるような感じですね。うん、まあこれなんかみかんのトロとかなんか言ってましたけど、まあなんか中トロとか大トロぐらいの感じがするような気がします。うん、はい、非常に美味しいですね。うん、うん、どうですかリコちゃん、どんどん食べていくうちに1位にならないですか。はい、スルーされました。はい、原さんどうですか、今まで食べたみかんと比べてジューシーさとか甘さとかですね、酸っぱさとかどんな感じですか。うん、甘さはこれが一番甘くて、はい、うん、水分は、はい、うーん、水分ありますよ。うん、水分はあるんですけど、はい、うん、はい、水分担当以上です。はい、じゃあまあ非常に美味しいということでですね、はい、続いてですね、佐世保早生ですね、佐世保温州の方を食べていきたいと思います。じゃあ続いて佐世保温州食べていってみよう。レッツラゴー。くるくんにやられた傷です。はい、それではですね、引
き続き佐世保温州ですねの方を食レポしてもらいたいと思います。はい、どうですか皮の剥いた感じとか。めっちゃ薄い。薄い、うん、ちょっと見せてもらっていいですか。うん、はい。うわちょっとピント合わないですね。 あったあった。これ非常に皮薄いですね。うん、すいませんちょっとピントが合いづらいんですけれども、はい、非常に薄いな。うん、綺麗ですね。うん、はい、ちょっと食べる前にですね、ちょっとみかんのお勉強をちょっと入れちゃってもいいですか。はい、はいはい、ちょっとゲップをしている子がいますね。はい、で皆さんですね、これみかんの皮ですね、まあ剥いた後にこの一番果肉があるところわかるよね。その果肉というか果実というかそのみかんの本体のところですよ、食べるところ。その周りに白いなんかのがついてない？結構それよくみんな取ったりしないけ。あ、取らない？ゆめちゃん前取ってたよね。え、そうだ、あ、確かに取ってた。はい、リコもなんかちょっと食べづらいから取ってたみたいな感じだった。うんうん、はい、でもですねこちらですね、確か名称がアルベドって言うんですけれども、アルベドだったかな、はい、って言うんですけれども、非常に栄養素がたくさんあって、まあ、健康とかですね、まあ、女の子だったら美容に非常にいいみたいなんで、ぜひですねこちらを取らずに食べた方がいいのかなと思います。はい、はい、でまあこのアルベドっていう意味はですね、はい、遊んでますけど、まあ、ラテン語でですね、確か白いっていう意味だったと思います。はい、なんで、アルベドって、ちょっとゆめちゃん、10回言って、5回ぐらい言ってもらっていいかな。アルベド。はい、ちょっと滑舌悪いですね。はい。はい。でですね、続きまして、花皮の外側はですね、フラベドっていうみたいです。フラベド。あ、フラベド。フラベド。はい。で、果肉を包む薄い皮のところありましたね。先ほど薄いって言ったところですね。あそこが上脳膜っていうみたいです。上脳膜、はい、上脳膜絶対覚えてないでしょ。うん、はい、はなちゃんがよく見てますけれども、まあ、上脳膜っていうのをですね、先ほどの薄い皮のところですね、はい、で、つぶつぶの果肉の中って何なのかなって言ったらです、ね、皆さんつぶつぶって呼ぶと思うんですけれども、うん、まあ、そちらはですね、砂状っていうみたいです。砂状。砂状？はい。なんか一つでも覚えてくれたらいいんですけれども、はい、何か一つでも覚えた言葉あったかな？アルベド。アルベド、正解。フラベド。お、フラベドもあってますよ。うん？うん？って、はい。はなちゃん覚えてないよね。うん、あんまり。はい。記憶がやばい。あと、上脳膜っていうのがあるんですけれども、はい。は先ほどのそのさっきの薄皮のところですね。はい、うん、OK ですか。OK、はい、またですねこれを覚えておいてくれたら嬉しいです。はい、じゃあ早速ですね、ちょっと遅くなったんですけれども、佐世保温州食べていってみよう。どうぞ。はい、はい、いただきます。はい、リコちゃん食べてますね。どうでしょう、さっきのみかんと比べて、原口みかんと比べてどうですか。どうですか。冷たくてさ、はい、冷たくてさ、はい、甘くて美味しい。どっちが美味しい、さっきのみかんと今のこの佐世保みかん。うん、どっち。どっちも美味しい。うん、これはどうですか、第何位ですか。何番目ですか。うん、3番目。はい、ちょっと第1位が気になりますね、こうなってくると。はい、ありがとうございます。じゃあはなちゃんお願いします。どうですか。うん、食感は硬くて、はい、さっきよりかは水分がちょっと少なくて、はい、味が濃くて美味しいです。味が濃い、どっちが美味しい、うん、原口みかんと。うん、私はさっきの方。さっきの原口の方が好き。うん、はい、ありがとうございます。はい、ゆめさんどうでしょう。いただきます。はい、ちょっと割っちゃったけど。うん、うん、めっちゃ甘い。めっちゃ甘い。めっちゃ美味しいし、めっちゃ美味しい。水分もあって、はい、もう 100% 美味しいです。 100% 美味しい。はい、ありがとうございます。ゆめちゃんどっちが好み。さっきのやつと原口みかんだったかな。
と佐世保みかん、どっちが好きかな。個人の感想だけど、はい、花と同じかも。原口のが好き、うん、マジか。じゃあ早速ですね、自分の方も食べていきたいと思います。はい、非常にちょっとピント合いづらいんですけれども、すいません。はい、じゃあいただきたいと思います。いただきます。うん、うん、まっ。うわ、これ際どいな。原口も美味しかったけれど、もう佐世保の方がですね、なんかちょっと味が濃い気がするんですよ。ジューシーというか、うんうん、コクがあるというか、うん、はい、さっきの原口はですね、結構ゼリー感もあって、うん、非常に食べやすくて、まあ、酸味も若干ありながら甘さもあったんですけれども、うん、こちらの方はですね、佐世保温州の方はですね、ちょっとやっぱコクが強いんじゃないかなと思います。はい、非常に美味しいですね。はい、じゃあですね、この何でしょう、2品種、はなちゃん、これいつ収穫したものだと思う？だいたい今1月の中旬ぐらいなんですけれども、うん、これいつ収穫したものだと思う？だいたい、だいたい、うん、いつ取ったものか、木かな、何月ぐらいだと思う？何月、うん、今1月なんです、うんうん、はい、はい、はい、ゆめちゃん何月ぐらいだと思う？みかんの取れる収穫、はい、いつぐらいに収穫したものだと思う？なんか秋ぐらいでしょ、多分。秋ぐらいに収穫したらもう腐れちゃってるでしょ。いつぐらいだと思う？はい、これはシンキングタイムですね。はい、もうパッと決めてもらっていいかな。私は、はいはい、私は予想で、はい、当たってるかわからないけど、はい、多分7月だと思う。7月それは無理だわ。9月、9月、それも無理だわ。はい、ちょっとリコちゃん何月だと思う？大体このみかんが収穫されたのは何月ぐらいだと思う？11月？1月だって1月、確かに妥当ですね。リコちゃんが一番妥当なんじゃないかなと思います。はい、正解はですね、こちらに書いてあるんですけれども、はい、これ、はい、こんなにたくさんいただいたんですけれども、うん、なんと11月15日と11月7日に収穫したものらしいです。なんでもう2ヶ月前に収穫したみかんがですね、このように食べられるっていうのちょっとやばくない？うん、やばい、ね。はい、君たちは7月とか9月とかわけのわからないことを言っていたけど、うん、はい、でですね、ちょっと分かりづらいんですけれども、まあ、若干ですね、こちらとかもですね、若干こう白いのがついてるよね、なんか、うん、これ白いのなんだと思う？白いの、はい、白いのって、なんかついてるでしょ、皮に、これ栄養高いやつ、はい、栄養高いやつ、確かに正解ですね。はい、これですね、これはですね、何だったかな、カルシウムとかシリカっていうものをですね、散布して、はい、なんでしょう、まあ、この果肉の水分をなんか吸収してくれるらしいんですよ。これをつけることによって長期間保存が効くみたいです。はい、なんでですね、またケンユくんの YouTube でも見たんですけれども、確か保存庫というか、はい、みかんを保存する部屋があって、湿度とかですね、そういうのをうまく調整しながら、このようにこの1月でもですね、この温州みかんが食べれるようにしてくれているみたいです。はい、はい、どうだったかな、美味しかった？うん、美味しかった、はい、みーちゃん美味しかったよね、うん、はい、リコちゃんちょっといなくなっちゃいましたけれどもはい、リコちゃんちょっといいかな、はい、はい、エンディングの方に入っていきたいんですけれども、はい、リコちゃんどうだったですか今回、マモルさんのみかんどうだった？美味しかった。美味しかった。はい、花さんどうでした？水分が多くてめっちゃ重かった、ガチで。ガチで、うん、はい、最近ガチでっていう言葉好きですね、うん、はい、ゆめさんどうでしたか？うん、超絶美味しかったです。超絶美味しかった。まあいっぱいあるから、はい、今から食べようと思います。はい、はい、もうこの子たちがですね、すぐ食べちゃうんですぐなくなると思います、うん、
はい、じゃあこんな感じですね、今回は長崎県の平田守さんの、柑橘をですね、佐世保温州と原口早生を、食べる食レポをしてみました、はい、平田さんありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ続いてですね、また他の柑橘もあるので、また次の機会に食べていきたいと思います。はい、はい、じゃあこんな感じで終わりたいと思います。じゃあね、バイバーイ。はい、それではですね、佐世保温州の方の糖度を測っていきたいと思います。さあ何度ぐらいあるんでしょうか。測定、はい、13.4度ありますね。やっぱり非常に糖度は高いと思います。はい、激うまみかんでした。ありがとうございました。はい、それではですね、続きまして原口早生の方の糖度を測っていきたいと思います。はい、美味しい。測定、13度。最後まで見てくれてありがとうございました。最後に守るじゃんけんをします。せーの、守るじゃんけん、じゃんけんグー。私たちはグーを出しました。だからパーの勝ち。守るさんは勝ったかな。いいねボタンとチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。通知もオンにしてね。じゃあまた見てね。バイバーイ。